今回紹介するのは、道志村女児行方不明の靴の劣化などについてです。まるでタイムトラベルしたかのようにあまり劣化せず枯葉から見つかった靴、大雨によって流された位置にあるにもかかわらず、土に埋もれておらず、周りに枯葉が落ちていて、去年から今年にかけてそこにたどり着いたような形跡、それか、犯人が捨てたのか、とネットでは言われています。2年経っているので 衣類が埋まるぐらいの厚みや骨が埋まるぐらいの厚みの土が、靴の周りにあってもいいがそれがなかったのか、捜査員が見つけたとき、土に埋まってはいなかったが、2年経過したぐらい靴の周りには葉などがあったのか、表現の仕方が難しいので、勝手に完全に土の上にあったと想像してしまうが、どれくらい周りに土があって、靴がどの程度覆われている形になっていたのかなど、詳しい状況は分かりませんが。 わかる範囲結果としていろいろな謎はあるが単純に落ち葉があまり蓄積しない場所だったのと靴の高さのおかげで比較的当時のままの状態を保てた可能性があるそして捨てられたり置かれたような印象を持つが枯葉が周りにあっただけで靴の下には新しい枯葉はなかったということが考えられる一部ネットでも比較的新しく置かれたような印象を持つコメントがあるが 靴の周りに枯葉があったら新しい枯葉の上に置いてあると勘違いしやすいしかし靴の下は行方不明当時の地面で靴の周りに枯葉があったらどうだろうかそれは一見最近置いたように見えるが行方不明当時のままであることがわかるそして事件の記事の枯葉がかかっていたが見つかったという表現は枯葉に埋もれていたという表現でないということ結果 枯葉などでで深くててが覆わわれていたわけでもななさそうなので、もともと枯葉がそこまで落ちる場所でもなかったのかもしれない。それに自然に落ち葉が腐葉土になっても風もあるし、何センチも高くなるわけではない。つまり、靴は高さがあるので、他のもの同様、腐葉土の中に埋もれることはあまりなさそうだということと、枯葉があまり落ちない場所だったら埋もれることもなく、劣化もさほどしないということになる。つまり靴は、風が強い場所だったり、 落ち葉が腐葉土になる前の段階で風に飛ばされてしまえば少しも埋もれることはないしかし靴下は汚れが目立ったという情報がある行方不明後の台風による影響で繊維が汚れてしまった可能性と靴よりも高さがないことや繊維の違いからも汚れやすく靴の近くでも劣化具合が変わったとみられる何より靴と靴下の劣化の違いから同じような場所や条件でも そのもののも構造にによってて劣化ししやすいいいかかくが現れている靴は雨で多少汚れが落ちるが靴下は雨の影響で汚れてしまうこの違いから靴下の劣化が進んだ可能性腐葉土の中にはなかったということからやはり地形的に枯葉があまり落ちないもしくは風で飛ばされやすい場所だったのかもしれない葉が腐って腐葉土にならなければ靴はその場に枯葉以外で埋もれることもないですし 当時時流された時のままでああるる可能性は十分にある数年で自然に腐葉土になるとして枯葉の量にもよるが埋もれるほどではなかったという結果でも納得できる地表に出た状態と記事にはあったので枯葉は落ちているがそれほど多くは落ちてない場所なので腐葉土になってもさほど土に埋もれることなくその場にとどまったとみられる劣化は雨や土や虫や動物によって起こると思うのですが 当時からあまり泥水のような影響を受けていなかったか、靴の発見場所で濁流の影響がなくなった後、雨で表面の汚れが多少洗い流されたため比較的劣化は起こらなかったかなども考えられる。置かれていた状況と、他の遺留品から見て、まるで誰かが置いた、タイムトラベルでもしてたかのような不可思議な現象ではなく、単純に劣化しにくい環境と構造であったための可能性が高い。以上が、 靴がまるで最近置かれていたかのような謎の考察結果です。